中央アジアサッカー協会は中央アジアに属する国々のサッカー連盟によって構成されるサッカーの組織団体である。2014年6月中央アジアサッカー協会はアジアサッカー連盟による暫定認可を受け AFC アジアカップ開催中に行われた2015年1月のアジアサッカー連盟臨時総会の承認を経て正式に設立された。 この結果、中央アジアサッカー協会は将来的には AFC 実行委員会に委員を送り込むことができるようになった。現加名録カ国の代表は2014年5月10日に AFC 会長のサルマンビン・イブラー・ヒーム・アル・ハリーファと会談し、アジアのサッカーに新たな地区部会を設立する可能性について対話を設けた。 各国代表はイランとアフガニスタンの要請を受けた AFC 会長の招待を受けて会談した。2014年6月9日にサンパウロで開催された AFC 臨時総会において新たな地区部会を設ける計画に認可が下りた。中央アジアサッカー協会には6つのサッカー協会が加盟している。また、6カ国すべてがアジアサッカー連盟の正式加盟国である。 ありがとうございます。